打捕されたラズエズノイ号は家内署へ連行される乗組員らラズエズノイ号事件は1953年に起こったソビエト連邦による日本への領海侵犯事件。海上保安庁が威嚇射撃したところ射撃汚染されたため船体射撃を実施した初の事件として知られる。1953年頃に海上保安庁はカラフトから北海道に密入国を繰り返すソ連。 情報工作員をスパイ船が迎えに来るとの情報を入手し、巡視船をサルフツ村チライ別海岸に配備して警戒に当たった。同年8月2日、カラフト在住で前日に稚内に到着した日本人スパイの男を密入国の疑いで逮捕。そして8月8日、巡視船がチライ別海岸に接近したソ連漁業巡回船ラズエズノイを発見。 巡視船が停戦命令を行うが、ラズエズノイは巡視船に火器を発射しながら逃走したため、巡視船もこれに対して射撃し、弾丸がラズエズノイの壮大差に命中、切断したことから航行不能となり、逃走を断念した。海上保安庁は船長ほか乗組員4人全員を出入国管理令違反で逮捕した。船内からはソ連式の乱数表と、 現金20万円が発見された。その後、スパイと船長は起訴された一方、船員3名は起訴猶予となり強制送還された。1954年2月19日、旭川地裁は出入国管理令違反により、スパイと船長の両名に対し懲役1年、執行猶予2年の有罪判決をそれぞれに言い渡した。両名とも控訴せず判決は確定し、 船長は2月28日に、尾道から、ソ連船、セグザプレスに乗船して、強制送還された。この事件に関し、ソ連政府は日本に陳謝した。なお、これ以降で、海上保安庁が、威嚇射撃を実施したのは、冷戦終結後活動事件の46年後に、北朝鮮船によって起こされたのと、半島沖不審船事件及び、 九州南西海域工作船事件のみである。ありがとうございます。